英語は普通に喋れたんですか。まあ自分で言うのもあれだけど、自分ではまあまあなんとか生活できる。実は言うとそれまで英語の塾で英語の先生やってたんですよ、ね。ああ、そうなんですね。だからまあそうあんまり言葉に関してはあんまり心配はなかったんですけど。なるほどなるほど。そのそれもやっぱりあれですか。いつかアメリカ行きたいなっていう気持ちが支えになって英語を学んでみたいっていう感じなんですか。あ、そうですね。英語をやっぱりやりたいっていうのはやっぱりそういう、まあ、外人と話してみたいっていうのがあって、やっぱりいつか行ってみたいとかね。あ、それとかドラマを英語でやっぱり見たいっていう。あ、言語でね。あ、この俳優さんは本当はどんな声でどんなことを言ってるのかって、ええ、で日本の吹き替えとどう違うんだろうみたいな。そう、そんな感じですよね。あ、それは私も思いました。確かにね。だからたまにあの頃はなんか突然事故でなんか突然英語が流れることがあったんですよ。あ、はい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 。その時はむしろ喜んで、あ、英語だって。あ、なるほどね。で、そのアメリカに行かれて、さっき バークレーって言葉出たけど、うん、あの西部劇でバークレー牧場ってあったの。ああ、見てました。うん、それはどうだったかな、はっきりちょっと覚えないですけど。あ、そうです。いろいろね、ラミー牧場、バークレー牧場とかいろいろあったっすね。そのテレビで見たアメリカの景色っていうかな、ところで実際にこう行きたかったところとかあったんですか。どうだろう、それはなかったんですけど、なんだろう、あの一番最初にアメリカに行った時に、サンフランシスコが最初の町だったんですね。で、はい、サンフランシスコはあの気候もいいし、ここに住みたいなっていう意識を持って、サンフランシスコは割と好きっていう感じでありましたね。で、ついでにポートランド、オレゴン州のポートランドにも行って、ポートランドも割と気に入ってましたね。あ、こういうとこがいいなっていう感じ。まあ、あとニューヨークは、まあ、ニューヨークでもそれなりに好きでした。となるとあれですか、じゃあもう向こうの生活の方が長くなってる感じですよね。そうですね、実際そうです。そうですよね、はい、そうですよね。もう半分以上ですもんね。でもそれはやっぱテレビっていうのは憧れが原点になるっていうのはやっぱなかなかすごいな。うん、そうですね。テレビがね、決めたような感じで外国に行きたいっていうのは。またね、やっぱり昭和30年代、40年代、外国ドラマいっぱいありましたからね。そうですね、本当ゴールデンタイムはほとんどなんかそういう、ね、日本のドラマ全然まだ力がなかったからなんでしょうけど。で、あ、その頃で付き合ったのがあと、まあ、中学2年頃だったから、ね、やっぱりスパイ大作戦が好きでしたね。あれはよくできてましたね。あれも、まあ、あの当時は日本にはちょっとない感じのね。そうですね、まあ、こんなスマートな、手に汗握るものがあるんだっていう、ね、あれは声優さんも全部一流の人が大体ね、メインのキャストをやってたから、それもすごいなと思ってました、ね。ああ、声優さんもあちゃんと見ていますからね。なるほど。ね、和歌山源蔵さんとか、はいはい、大平徹さんとか。はいはいはい、大平徹さんっていえばスーパーマンですけど、そうですよ。それは覚えてらっしゃいますね。ええ。ああ、好きでした。そうですね。あ、でもほら、タツノコプロでやってたのハクション大魔王とかあっちになっちゃったんで、俺はグズラだとか、なんかコメディっぽい。そうですね。一気に。スーパーマンの頃って幼少ですよね。だからスーパーマンを人ん家で見たんですよね。自分家じゃないですよ。ですよね。で、やっぱスーパーマンごっことかしたんですか。やったと思います。風呂敷をね、巻いてね。やっぱりなんですね、やっぱり。まあそうでしょうね。我々の世代だったら仮面ライダーごっこですけどね。うん、あとはやっぱり時代劇が多かったからチャンバラごっことかね。チャンバラね、そうですね、うん、そうですね。普通に模造刀通貨刀が子供の家には必ずありましたもん、ね。うん、でも僕の田舎だったらそこらに木を拾って、ああ
木でやるとかね。なるほど、なるほど。でも正月になるとお正月でお年玉もらうとなんかこうちゃんとした剣の形をしたプラスチックスとね、こう鞘もついてる、はいはいはい、ああいうの買ってね、それで遊んだっていう記憶もありますね。ある程度大きくなって、まあ、昭和40年代とか入ってきて、で漫画みたいなのはあんま見なくなると。で、まあ、そうするとテレビとかはあんまりご覧にならなかったですか？ドラマとかでなんかないですか？あ、ドラマは、あれ記憶にやっぱりあるのは木下圭介劇場ですね。もう、ああ冬の雲とか冬の旅とか人間の歌シリーズですね。人間の歌、あの辺のドラマが好きでよく見てました、ね、田村正和さんとか近藤正臣さんとか、うん、うん、そう、あの頃はそういう何か割と重厚なドラマみたいなのがありましたけど、また反対にその脱ドラマみたいなので、あの荷物コリマスとかあったじゃないですか、うん、あれは面白かったです。あ、面白かったですか？あれはオリジナルのやつは好きでしたね。なんかパート2の第2弾になるとちょっとカムイ編ですね、うん、なんかちょっとわざとやってるような感じがして、あ、うん、だんだんね、もうだんだん鼻につくようになってきた。あ、お荷物小荷物は最初の方から見てました？話題になってから見たんですか？一番最初は見なかったんですけど、なんか偶然チャンネル回して見てたら、そう、突然ね、そういう役をやってるところは既にすぐに戻ってこういう話したりするところがあって、あ、面白いなと思って、あ、やっぱりそれからハマって見てましたね、終わりまで。多分一番最初の時は衝撃だったんでしょうね。私それ見てないんだよな。ああ、もうあれはビデオもないんですかね、あの当時だから。残ってないですね。一回分、多分カムイ編かなんかだっけな、一回かそのぐらい残ってると思うんですけど、うん、ほぼ残ってないんですよ、やっぱり。ね、今思うと、ね、惜しいですよね。惜しいですね。惜しいですね。似たような感じの、その、あの頃、脱ドラマ的な作りのがいくつかあって、天下ごめんもあったんですけど、NHK の。天下ごめん。ああ。あれもご覧でした。あんまり見てなかったですね。あの手はあんまり。まあ、同じ頃だと、細腕繁盛記なんかも話題になりましたけど。うん。あれも、あれ見てると、あの、憎らしくなって。あ、だから私は。あ、見ないようにしてたっていう。あ、そうなんですね。うん、あ、私なんかそういうの結構楽しんで見てます。あ、そうですか。その肉肉しい演技を楽しみにしてます。そういうのがなんかずっと残るからなんか、あ、そうなんですね。見たくない。多分性格がいい方なんだと思うんですよ。役って分かってるんだけど、なんか見てると本当に、ね、憎らしくなって。なるほど。